どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は羽田空港国際線ターミナル制限エリア内におります。これから東京からクアラルンプールへ向かうんですけども、それまでの搭乗時間ですね、ラウンジを利用させていただきたいと思います。それでは行ってみましょう。それでは今からティアットラウンジに行きたいと思います。このラウンジはブログ投稿でもね、何度か説明しているんですけども、MI カードゴールドプラス MI ゴールドを持っている方は入室できるラウンジです。ティアットラウンジってここですか？それではね、シャワールームに行きました。シャワールームはこんな感じです。普通のシャワールームっていう感じですかね。アメニティはこんな感じです。十分ですよね。いかがだったでしょうか。今回はティアットラウンジを紹介させていただきました。今回の動画が役に立ったという方は高評価、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。